はい、写真が並んでますね。向こうの方から見てみましょうか。はい、はい、これどこで撮った写真か覚えてますか？あ、これはですね、はい、まあ、祖父母がいます津堅島で撮った写真です。はい、なるほどね。なんかね、もうね、この写真を見る限りで言うと、はい、もうすでにね、私は歌手になるんだっていうなんかねこう色気があるよ。そうですか、うん、この立ち方でわかる、うん、この人は何なんですかね。なんか気になるのが、気になるのが向こうから見てますよね。誰なんですか、私もわからないです。知らないんです、はい、そうですか、はい、知らないんです。こちらへ見てみましょうか、はい、うわー、これがまた可愛いこと100日記念の時に撮った写真です。うわ、このヘアスタイルがまた、そうですね、ちょっと決めてみました。あ、そうですか、はい、その頃から自分で決めてたわけですね、はい、じゃあ今度はこちらを見てみましょうかね、はい、南さんの方。うわ、恐ろしいなこれ若いですね。南さん、これおいくつですか？知らないな20ぐらいじゃないですかね。20超えた頃ですね、東京でね、下宿してた頃。あ、そしてこの直後にですね、はい、同棲に走るんですね。あ、今の奥様と。ええ、同棲分かりますよ、はい、今の奥様です。今の奥様と、あ、よかったあ、危ない、これテレビ見てたらどうじゃあ今度は真ん中行ってみましょうかね。そうですね、じゃあまず私こちらでございますけれども、はいはい、この犬を抱っこしているのが私なんですけれども。あら、かわいいですね、石嶺聡子さん。そして、はい、横にいるのが、まあ、姉2人で、お姉さん、はい、2人、父に、お父さん、はい、おじいちゃん、おばあちゃんです。はあ、はい、お母さんは？お母さん写真を撮ってたんですよ。あこれを撮ってたのね。はい、だから母が撮ってくれたんで、うん、母だけが写ってないのがすごく残念なんですけれども。それは残念だけどね。でもまあ常に大切にしている写真ですね。東京いる時も、はい、この写真持ってる。そうですね。さあ、それじゃあ、こちら見てみましょうね。あ、これが、こちらは、こちらが南さんですか？それはね、一休さんでございまして違いますよ、ここなんです。あ、この赤ちゃんが南さん、10ヶ月目ぐらいなんですけども、これはね、去年だったかな、実家に帰って昔の家族のアルバムを見てましたら、はい、これが出てきまして、はい、私の持ってる写真の中で、はい、僕が一番幼い頃の写真なんですよ。でそれを引き抜いてきて、はい、でいつも私もこう持ってるんですけれども、貴重な一枚ですよね。貴重な一枚なんですよね、本当にね。まあこうやって見ますと、石嶺さん、はい、先ほどの ご家族の写真もそうなんですけれども、はい、やっぱり私たちってのはあれですね、家族の温かい愛情とか、はい、友達とか、まあ、ファンの人たちとか、はい、ふるさとがあったりとか、そういう大勢の人たちのなんか支えがあって、はい、生きてるような元気が出てるって感じありますね。そうですよね、うんうん、私も結構先祖とかすごく大切にしてる部分があって、その気持ちを、まあ、いつも大切にしてるから、きっと今までにいいことがあったんじゃないかなって思うんですよ。はあ、それでは石嶺さんにですね、はい、歌を歌っていただきたいと思いますが、はい、何を、はい、私はもう去年、新人歌謡コンテストでグランプリをいただきました、私がいるという曲を歌います。はい、南さんは、はい、じゃあ私はですね、はい、初恋は夢のようにっていう歌を歌います。それでは石嶺さんからどうぞ。切りのキャンバスに未来を描く。
私がいる両手を広げてみる飲み込まれそうな大きな街が私